北海道当時の本別駅廃止後の、様子本別駅の駅名番本別駅は、かつて、北海道中川郡本別町北三丁目市に、あった、北海道地北高原鉄道ふるさと銀河線の駅で、ある。電報略号は、ほへ。1977年の本別駅と、周囲500メートル750メートル範囲。上が、北見方面。 国土交通省国土画像情報をもとに、作成駅舎の再建計画が行われた際、平成3年に同時に、本別町が最初に建て替えを行い、新しい駅舎が完成した。その名を、ステラプラザとした。建築設計は、環境設計が担当。ランドスケープを北原アンドスケープが担当した。銀河の散歩道、北斗七世をイメージした七本の春にれからなる。 広場があり、銀河の散歩道夜景、春にれの足元からのライトアップによる夜の演出、天気の良い日は、町民の憩いの広場となる、水の広場。北海道の短い夏を身近にある水辺で遊べるようにしている。北斗七世をイメージした駅舎は、コミュニティセンターやレストランが併設された建物で屋根に七つのトップライトを持ち、昼夜街の人たちを暖かく包み込んでいる。 そして、駅舎の建て替え計画と一緒に、周辺の整備も行われ、本別町、建築家、彫刻家が共に計画を進めた。そこでは単なる施設づくりではなく、その場所に必要なものは何か皆が気持ちよく、駅舎と一体となって利用できるものは何かを考えた。その結果、街に感じられるゆったりとした、おおらかな、気風のようなものが、街の外に当たる場にもあるとし、 町の人たちは、もちろん、訪れる人々にも、必ず気持ち良さと安心感を与えられるということから、南北に細長い敷地の中央に駅舎、その北側に、子供たちの水の広場と芝生の広場、南側には駐車場と駐輪場を配置した。駐車場と駅舎の間に、銀河の散歩道という春にれの木を植えてある広場を、設けたがこの広場は散歩したりお弁当を広げたり、 気軽に利用できる広場である。夜には、舗装に埋め込まれた照明が7本の春に例の木を照らし、駅舎の7つの屋根の明かりと一緒に、夜の闇の中でまたたかせている。アイヌ語のポンペツより、本別町の代表駅であった。駅周辺には、町の機能が整っている。駅舎は改修工事が行われ、2009年4月26日に、道の駅、 ステラ本別が開業した。また、古選橋も改修工事を受けて、鉄道記念館となり、それに合わせて28メートルだけ線路が復元されたが、線路のあった場所はすべて埋められ、ホームと路盤の段差がなくなっている。ホーム側の施設は、道の駅整備に伴い大半が撤去され、古選橋と駅名標、線路の一部を残して駐車場となっている。 北海道地北高原鉄道ふるさと銀河線岡、女道駅本別駅線三里駅。ありがとうございます。